の、オーストラリア留学機構、始まるよ。だから後ろの写真は一体何なの？キャンプ終了から、数日経った夕方。この日、街に出るついでに、オーストラリアの鉄道を見に行くことに。時刻は、夕方5時前。フレッシュウォーター駅付近にて、列車が来る時間まで、しばし待ちましょう。映像が切れるので、カット。列車が到着したところで、フレッシュウォーター駅に行ってみましょう。Thank you.
午後5時2分、フレッシュウォーター駅より、キュランダ高原列車の最終便が、終点、ケアンズに向けて発車。そして、16日目に突入します。今日は、キュランダに行くため、先日見た、キュランダ高原列車に乗車します。時刻は、朝7時。列車まで時間があるので、先頭の方へ行ってみましょう。
音声収録後、パパッと写真を撮影。午前7時30分、駅を発車します。
列車に揺られること1時間、バロン滝駅に到着しました。ここで、しばらく停車します。終点のキュランダに到着しました。ここからは撮影の都合上写真でお送りさせていただきます。キュランダは標高が高いため天気などが変わりやすいそうなのですが、ウツムシが訪れた時にはそんなに変わりはなかったです。とある壁画に日本のアニメの絵が壁に塗装されていました。昼食ではスカイレールで移動していきます。途中、バロンフォールズ、レッドピークで下車をしつつ、本日の目的地、スミスフィールド駅を目指します。バロンフォールズでは、バロン滝駅から見た、大きな滝を見ることができます。レッドピークから乗り継ぎ、スミスフィールドへ向かいます。途中、綺麗な街並みが見えてきたので、写真をパシャリ。かなり綺麗ですね。こうして、ウツムシが楽しみにしてた、16日目が終了しました。そして、17日目に突入します。この日は、一日中職業体験です。朝は、コーヒー作りで、昼からはクッキングです。ことは、順調に進んでいたのですが、朝のコーヒー作りの時は、なんともなかったのですが、昼のクッキングの途中に、ひどい目まいに襲われ、途中から留置状態となりました。こうして、ほとんど何もやってないまま、17日目が終了しました。そして、8日目に突入、留学先での最後の授業となります。最後の授業では、みんなでゲームしたりしました。ウツムシ本人は、あまり楽しくなかったそうです。そして午後からは、バーベキュー、自由時間となるので、街へ出ます。そして午後からは、バーベキュー、自由時間となるので、街へ出ます。バーベキュー後に自由行動となるのでケアンズ駅に行ってみることに。駅へ行ってみるとホームが開放されていたので中へ入ってみました。駅構内は普通の2面2線でした。せっかくなので列車を見てみたいと思い時刻を調べてみたのですが、次の列車が来るのは15時55分だそうです。ちなみにウツムシが駅に到着した時刻は13時50分頃です。つまり、列車が来るまで、約2時間程度あります。その間、家族にお土産買ったり、ホームで編集作業したりと、いろいろして過ごしました。そして、14時52分頃、キュランダから帰ってきた列車が、ケアンズ駅に入線しました。やはり、編成が長いだけあって、かなりの迫力がありますね。もちろん、エンジン音も収録しました。到着してからわずか5分、キュランダ高原列車が、車庫へ向けて帰っていきました。加速音が、とても良い音を出していました。この時、この車両を日本に走らせてみたいと、強く思いました。続いて、長距離列車が入線してきました。なんとこの列車、振り子台車を履いています。側面のデザインが、なんとなく、四国のあれと似てると思いますが、気にしてはいけない。そして、車体には、スピリットオブ、クイーンズランド、と描いてありました。意味はよくわかりませんが、街の魂、という意味でしょう。詳しくは、ウィキペディアでお調べください。列車が停車したので、ゆっくり取って回りたいとこなのですが、待ち合わせ時間が迫ってるため、パパッと写真を撮影をして、ケアンズ駅を後にします。またいつか来てみたいものです。こうして、20日目が終了しました。そして、21日目、帰国当日、朝8時、ケアンズ空港にやってきました。到着し、チェックなどを済ませ、ロビーでくつろいでいました。
オーストラリアを旅立つ飛行機に搭乗できるのは10時30分頃なのでしばし待つことに。2時間後搭乗できるようなので機内へと向かいます。週間のオーストラリア留学は幕を閉じました。この機会はうつむしにとって次のステップへと向かう大きな要素となったでしょう。さらばオーストラリア。途中、ボボンデッタ、都会に地名を見つけましたが、鉄道模型の店とは、何ら関係はありません。夜勤時間後、昼食が運ばれてきました。少しピリッとしますが、とても美味しかったです。昼食を食べた後は、編集したり、アニメを見たりして過ごしました。そして、日本に到着する2時間前に、夕食が運ばれてきました。袋が少し開けづらかったですが、味はそこそこ美味しかったです。そして、どうぞ。令和元年、7月26日、金曜日、日本時間5時27分、3週間ぶりに日本に帰国しました。外へ出ます。やはりオーストラリアと日本とでは全く感じが違いますね。では広島へ帰還しましょうと行きたいとこなのですが、今から東京駅に向かっても広島駅の最終便に間に合わないため、ホテルで一泊した後翌朝広島へ帰ります。ではバスで移動するべくバスターミナルへ向かいます。
しかし、今回宿泊するホテルへ向かう、車体バスは、第3ターミナルに止まらないため、第2ターミナルに移動する必要があります。そのため、第3ターミナルから、第2ターミナルに向かうシャトルバスに乗車しまして、第2ターミナルへと向かいます。第2ターミナルに到着しました。ここから、シャトルバスに乗りまして、今回宿泊するホテルへと向かいます。こちらが、今回お世話になる、ホテル日光成田です。チェックインを済ませ、室内へと向かいます。室内は結構広く、伸び伸びとできます。荷物を置いた後、夕食を買いに行きます。下に、コンビニがあったので、唐揚げと、弁当を買ってきました。シャワーを浴び、夜食を食べ終わると、眠くなってきたので寝ます。では皆さん、また明日です。はいどうも。時刻は朝6時半です。台風が三重県に上陸した模様。まだ成田は天気がいいので、このまま関東を出ることができそうですね。だってこの天気ですし、出ることなんぞ、ちょちょいのち。なんでこうなるの？どうやらネタの女神は、私に微笑んだようだ。いや、何は露天ねん。まあ、騒いでても仕方ないので、朝食を食べに行きます。朝食は、見ての通りです。では、いただきます。準備があるので、急いで食べました。部屋に戻り、出発の準備をします。数分後、時間が来たので、ホテルから、第2ターミナルへと向かいます。第2ターミナルに到着しました。この後は、成田エクスプレスに乗るため、駅へ向かいました。
それでは、広島駅間するとしましょう。乗車する列車まで、時間があるので、駅で少し撮影します。最初に撮影したのは、成田エクスプレスです。久々の流し撮影なので、少しブレが気になりますが、久々ということで、今回はスルーします。ここでトプナン回収するとはね。その後、新幹線みたいな、イカした AE 型を撮影。そして、どうしても撮りたく仕方なかった、E217系を撮影。今度、走行音を収録したいです。もちろん、全区間で。その後、先ほどの、成田エクスプレスが戻ってきました。うつむしが乗るのは、この次の便です。っていうか、横浜駅が存在したんですね。京成の車両は、見てて飽きませんね。またもや、成田エクスプレスがやってきました。この折り返し便に、今回乗車します。そろそろ、動画で撮影しましょうかね。本日乗る成田エクスプレスが表示されました。
その下の階層が、ものすごく気になって仕方ないです。この先の信号上で、すれ違うと思うので、車内から見てみるとしましょう。そして、成田エクスプレスが来るというところで、京成3600型が来ました。前々から見てみたかったので、すごく嬉しいです。いろいろと撮っていると、時間が来たそうなので、そろそろ行くとしましょうか。今回乗るのは、成田エクスプレス12号、池袋駅です。乗車しましょうか。空港第2ビル、停発。ここからは、成田エクスプレスの走行をお楽しみください。自分だけの終末。ああ。
避けたくてフラットを歩いてた。いつからか息触れが潜んだ敵探し出す。この力持つものと求めてる機関たち、叫ぶ声
Don't you
デートを楽しみ、品川に到着。ここから新幹線で広島へ一気に行きます。小田原あたりで急に雨が強くなってきました。この先すぐなし心配です。東海に冷遇されてると静岡県民が自負してる。静岡駅を通過します。浜松あたりで雨が止みました。青空が気持ちいいですね。西浜松貨物付近で名古屋には鉄道管で準備されていた117系と381系がいました。次にここを通る時にはまだいるのでしょうか。そして三河安城付近でまた雨が降ってきました。名古屋手前で名物の列車を発見。今度乗りに行きたいです。名古屋です。ここで特急信濃からの乗客を待つため2分遅れで発車しました。京都を出ると近鉄の特急列車が見えました。昔の方が好きですね。姫路手前で223系の新快速を発見。ようやく広島県に帰ってきました。この日も3週間前と同じ天気が良かったです。そして現在福山駅を通過中。広島運転所が見えてきたらもうすぐ広島駅です。そしてついに地元広島に到着しました。このまま家に帰宅したいのですが、今夜花火大会があるためまだ帰宅できません。親が荷物だけを回収しに来てくれたのでキャリーバッグだけを預け広島駅に残り、撮影友人にお土産を渡したりしました。一のところもう少し早めに着いていればとあるお方にお会いできたのですが、一足遅かったようで、うつむしが広島駅に着いた途端広島から出発したそうです。こればかりは向こうにも事情があるので仕方ありませんね。
2時間後、移動するとの連絡があったので、花火大会の会場へと移動していきます。広島駅を出るや否や、ものすごい人だかりです。これはみんな、花火大会へと向かうのでしょうね。荒瀬からも、応援が駆けつけていました。では、この最前方に乗りまして、花火大会の会場へと行きましょう。今回は海岸道元宇品口の間で降車します。ここは花火大会限定で降車できます。ここから歩いて会場へと行きます。この先は人が多くとても危なかったので撮影していません。ご了承ください。今回まで見てくださった方、留学中に応援などをしてくださった方、本当にありがとうございました。皆様の応援のおかげさまで、無事終了することができました。約3週間という長い期間で、留学に行ってきたわけですが、うつむしにとって、次の大きな一歩となったでしょう。今回の経験を、未来のプラスアルファに変えていけたらなと思っています。ですが、うつむしに残されてる課題は、まだたくさんあります。たまに弱気になってしまう場面があるかと思いますが、それでも、うつむしが目指す未来のために、何事にも、挑戦していきたいと思っています。それでは、今回はこの辺で終わろうと思います。次回予告。
京都から徳光の東武鉄道 PV の源泉となったあの方が広島に来られました。徳光は家でトラブルがあり帰国をしてしまう。果たしてあの方にどういう風に行われてしまうのだろうか。次回東武鉄道 PV の源泉お楽しみに。のべのほうためらいはない、ハローライン感じるまま、のべのほう走り続ける、飛べない黒い羽根、癒す場所を探し、争いも避けたくてブランドを歩いてた。いつからか見き触れた潜んだ敵探し出す、この力持つ者と求めてる機関たち、叫ぶ声届いてくれれば戦える、希望を消し去る隠してた願い、楽な僕自分だけの週末、ハローライン道は続く、ノベノホもう戻れない、ハローラインこの闇夜が、ノベノホ晴れた先には戦いの傷跡、癒す場所があるさ、ハローライン。